今日はアイガモそばを作りますということで、用意するもの2鉢そば、これ用意してください。まあ10割そば、10割そばっていうとね、十割そばやでみたいなね言う人いますけど、どっちも正解やからね、これほんまにそれめっちゃあんねんな、俺ずっと昔から。ほんまにそのブラジル行った時もパンみたいなあったんですよ、そのひき肉入った、でそれ食べて、あ、美味しいっすねみたいな、なんかその餃子に結構似てますねみたいな、ね、言ったらみんな、いや何言ってんねんみたいな、めっちゃ空気になって、でも一人その料理に詳しい人が、あ、これ中国から来たので、餃子をモチーフにして作った食べ物ですって言って、いや俺合ってるやんみたいな、とか、そう、あとアブさんっていうね、お酒があるんですけど、そのアブさんのなんかカクテルみたいなの飲んだ時に、なんか焦げたパンの味するみたいなこと言ったら、一緒に来てた人は、いやどういうことみたいになってたけど、横からマスターが、お見事、これ作る工程でパン焦げたやつ入ってますって言って、なんかそんな多いねん、うん、だそれのうちの一つやね、ほんまに、うん、小学校の時とか俺日本橋のことちゃんと日本橋って言ってたら日本橋やでって言われて、いやいやいや日本橋がその大阪では正解やから、ね、日本橋っていうのは東京日本橋、そう、なんかそんなばっかやなほんまにな、うん、荒領事って言ったら、いやいや荒治療ですとか言われたりね、まあ、そんな感じですアイガモ、俺アイガモほんま好きで、俺正直肉の中で一番好きなのがアイガモやねんな、そう、うん、牛が一番下やねそうそう、牛が一番下で、そうアイガモが一番上で、で俺何が好きってね、 G 好きやねんな、カモの、俺ほんまに鴨の長命好きやから、そう元祖ミニマリストやと思ってるから、俺鴨の長命のこと、移動式の家作ってねやってましたけど、だから結構アイガモトップで好きです。でホワイトグリーンオニオン、用意してください。でこの2種のね切り方をしてますので、これによって食感に複雑性を出します。こちらですね、モソルト、これを振っていきます。で、BPBP を、振ります。これね、ね、BP でーす。ライパンの方ですね、こちら、オイル入れます。いい感じになってきたら返したらいいじゃないですか、返したらいいじゃないですか、いいじゃないですか、500万でも1000万でもなんぼでも出すわ、その代わり私は口も出します。ホワイトスープストック、醤油、これヒゲタ醤油って言いまして、1616年、だから大阪夏の陣が1615年やから、その翌年からある、元那2年からある醤油です。ここに水を入れまして、沸騰するまで、牽引します。じゃあ、チンや、すみません。ちょっとチン牽引で。
動いてます。すいません。はい。これ俺大食いなんで、全部入れていいんですけど、まああえて半分弱お願いします。5分。じゃあこれを、中日の二遊間行って、あれ、あ、ちゃうわ、洗い場や、すいません、ちょっと中日ドラゴンズの、旧二遊間が荒木選手と井端選手だったものですから、ちょっとすいません、間違えました。嫌やな。まあ、本くらいにしときます。うわ。じゃあちょっと食べようかな。そばうまいからな。うん、やっぱ深夜バスでね、大阪着いた時に送ってたから、その感じとかも思い出すからね。うん、いただきます。うん、うんうん、ベリーうまーば、いや、めちゃめちゃうまいね。うん、合鴨のこの香りがすごい立ってて、それがね、鼻に抜けるというか、あとやっぱりそのネギのね、香りもすごい、ね、それが合鴨って非常にこう、うん、シナジーやね、鼻のシナジー効果を生み出しています。いや、素晴らしいね。これマジで正直明日も食べたいって思ってます。素晴らしい。うん、これほんま岡本うまいよ、ハモローやね。ビミだのかもだけ強くなれるよ、アスファルトに咲く花の横にビミるものすべてに怯えないで、明日は来るよ、ビミのために、明日は来るよ、ビミのために。突然いやね、ほんま。いや、これ最高やね。これほんまにうまいし、味うまんつえ味、バンドのエイジ、ゆで卵でした。ゆで卵先生、俺もうストライクゾーンかなり広いからって言ってましたけど、そのストライクゾーンですよ。そのストライクゾーン広いやつはその逆に厳しいっていうことになりますので、そう、ほんまに。ごちそうさまでした。